ボジミエ・シュルバンスキは、ポーランド出身の元同国代表サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションはフォワード。ポーランド史上最高のサッカー選手。得点能力だけでなく、ゲームメイク能力も持ち合わせる万能型選手だった。1963年9月のノルウェー戦で16歳6ヶ月の若さで、ポーランド代表に、 史上最年少デビューを果たすと、1980年に代表から退くまで48得点を記録し、ロベルト・レバンドフスキに抜かれるまでは代表最多のゴール数であった。1972年のミュンヘンオリンピックで金メダルを獲得すると世界中に注目されるが、1973年6月6日にホームの補充符で行われたワールドカップ西ドイツ大会欧州予選。 イングランド戦で相手 DF ロイ・マクファーランドの悪質なタックルを受け骨折した影響で本大会を棒に振ることになった。怪我の治療とリハビリのために2年間を費やし、1978年のアルゼンチン大会には間に合うことができたが不調により大会期間中にレギュラーの座を失った。また1975年からは故国を離れベルギーや、 フランスの海外クラブでプレーを続けたが、全盛期のプレーを取り戻すことはなかった。ありがとうございます。